ダーズ2022夏のサマ、はい、これから今日から開催です。はい、あやぴーとそっかキュンちゃんで、キュンちゃんとあやぴーの瞑想コンビで送ります。よろしくお願いします。はい、今回の小泉さんの新作はこちらの方になります。はいはい、ここは小泉さんのブースですね。ラピスラズリで作ってます。こちらのトップがラピスラズリになっております。はいはい、でダッチスパイラルでパーツを作って、本当にあの使いやすく天然石で綺麗ですね。はい、高級になりますね。はい、でお色違いがこちらになります。こちらは貝ですかね。シェルですね。そうです、シェルですね。ブラックシェルのパーツ、はい、ます。あともう一色がおすすめこちらですね。スクマイ染めで特注でナティオさんに頼んで作ってもらったそうです。これはやっぱりナティオさん の花紅の黄色の花紅木 の染めてあるハートです。こちらの方にもふんだんにその花紅木を使ってるんですけど、これはね数量、あ、こっちか、数量限定で あまり数がないので、狙ってる方はぜひお早めにという感じですね。こちらですね。はい、そうですね、ブルーハート、あとこれはイエローハート。はい、こちらは今回、失礼します、ビーダーズの表紙の作品で、はい、ね、こちらがトップが、あ、失礼します、はい、トップがブローチになってますね。トップがブローチになってますね。はい、でこちらの真っ白な方は、シルバーの金具で刺繍でつけてあるものなんですけど、お色違いがなんかベージュですね。でこちらリボンになっています。こちらはブレードのリボンで周りが作られています。はい、とっても優しい雰囲気で、はい、同じなんですけど雰囲気違いますよね。お好みのもの。はい、あともう一点こちらですね。こちらは赤いブローチ。でこちらカーボションを刺繍してて、周りにいろんなお花を刺繍してます。すごい可愛いです、ね、でちょっとつけてみたいと思いますので、はい、こういった感じで胸元をつけていただくと、はい、とても素敵かなと思います。はい、あともう一点、ピースリングプロジェクト、弊社も8月5日に企画しておりますが、佐口先生もですね、ピースリングのなんて言うんでしょう、レシピがおまけで、はい、沢口エリカラー の広島の工場で私だけのビーズで特別に作ってもらった、はい、抽選でくじで当たって、その場に私もいて、はい、羨ましいなって思って、はい、いろんな瓶に入っていて、沢口エリのピンクの特別カラーですね、はい、中間色になってますね、なんかね、とビーズリングプロジェクトのレシピ付きとなってますので、皆様ぜひ参加いただければ、ぜひチェックいただければなと思います。続きましてこちらですね、1ぐらいまで、こちらが新作で透け感のある竹ビーズにスパイラルで、スパイラルロープで、はい、スパイラルロープかな、スパイラルのネックレスにしたものですね。で市村さんはやっぱりピンクが好きなので、素敵ですね、はい、ついピンクを選ぶと、ピンク、はい、ピンク紫、はい、私と一緒って、ちょっとつけたいと思います。こういった感じですね、軽く当てさせていただきます。軽くてね、はい、軽いのですごく可愛らしいですね。可愛いですね、ご本人もすごい。あとこのピンクの竹ビーズがあんまり在庫がないとのことなので、こちらのキットもちょっと限定気味になっております。はい、で前回も人気になってバレッタも置いてます。そうですね、アガルガナのバレッタですね、はい、こちらも人気となってます。はい、続きまして小坂先生のブースになります。はい、こちらは新作がこちらですね。はい、新作これですね、はい、今回はチラシに載せたのがこちらの作品です。今これ3色ですね、ピンクとグリーンとモノトーンで、最初モノトーンなかったんですけど、友人にモノトーンも作ってって言われてモノトーンにしました。ちょっと変わったモノトーン、うん、なんかすごく、はい、ちょっとモノトーン、ツーホールビーズ、どれもツーホールビーズで、お色は黒ですね。黒なんですね。こちらのツーホールは黒なんですけど、合わせたピースお色でなんか雰囲気が紫がかった黒みたいに見えますね。丸ショーは少し紫のトコさんとか、ありがとうございます、綺麗です、ね、でも真っ黒です。ツーホールのスパイラルですね、はいはい、でピンク、ピン
の方はみんなでもね販売しています。はい、みんなで販売になります。あとはワークショップのこちらになりますね。3色展開になっております。はい、3色展開で今回初出しで3色しか今まで載せてなかったんですけど、胸元にあるこれがあの今日お披露目のシュペルキー、シュペルキー、こちらになります。シュペルキーで、シュペルキーっていうのはあのこれジェムデュオっていうツーホールを使ってるんですけど、ジェムデュオのジェムは宝石っていう意味で、チェコ語で宝石がシュペルキー。はい、それではシュペルキーのワークショップのお知らせはこちらでございます。もしご興味のある方はギャラリーの方にでも、こちらの小坂先生の方にでも、あのどちらでも大丈夫でございますので、お問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、そうしましたら続きまして須藤先生のテーブルに参りたいと思います。はい、須藤先生のテーブルこちらですね。ずらずらずらととても綺麗にディスプレイされている美しい、はい、8月3日から8月16日までということで、はい、こちらは新宿高島屋ファムメゾン4階特設会場ということで、さあ遊びに来てくださいね。ちょっとトビーがキューちゃんがちょっとなんかあまりもうグダグダなので言ってしまいました。はい、お願いします。トビーが、はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして今回須藤先生の新作こちら風車ということですね。とても赤がとても印象的なロングネックレスになります。このパーツがですね、とても面白い形をしております。ちょっと着想させていただきたいと思います。はい、平面的なデザインで体に沿うようになっておりますね。こちらもミンネに掲載されております。とても涼しげなデザインですね。軽い、とても軽いです。ピアスとブレスレットとこちらネックレスと、これアクリルなのかな、もしかしたらね、軽い、とっても軽いのでガラスではない感じですね。樹脂なような感じが、ね、いいですね。軽いってやっぱりいいですね。はい、そうですね。で高級感もあって、はい、こちらが透明ホワイトですね。なんか気泡みたいなものがとても綺麗に入っております。はい、島田雅恵さんのテーブルに参りたいと思います。今回の、新作こちらになります。ダブルダッチスパイラルですね。でタイトルが隠れ花ということで、お花が隠れているとのことです。で、まあ、どのように隠れているかはキットをご購入いただいた方へのお楽しみということですね。探してみてくださいとのことです。あともう一点がこちらですね。浅木一重、こちらのランプビーズがとても深い海の色のように見えたとのことで、ブレスレットとネックレスとしてもお使いいただけるとのことです。こちらもミネに掲載のものになります。ワークショップの情報ですね。でこちらはちょっと気が早いクリスマスペンダントということで、とっても可愛いクリスマスツリーですね。チャームにしても良いかなと思いますね。こちらはクロッシェで作られているということで、はい、ぜひ皆さん興味のある方はお問い合わせいただければと思います。そしてワークショップ参加の方にはこちらプレゼントついているとのことですね。またちょっとクリスマスっぽいものと、あとこちらのホワイトのものですね、ご用意があるとのことなので、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、それではですね、続きまして白川さんのテーブルに参りたいと思います。はい、白川さんのテーブルがこちらですね。新作こちらがもみ、赤い方がもみじで緑の方が若葉、ビーズクロッシェで編まれています。ペレンクロッシェということで、まあ、ペレンクロッシェ
きっと絶対に編めるということで、いや絶対編めるというふうに聞いておりますので、レシピきっと絶対に編めるというレシピが入っているとのことです。まあ、クロッシーご経験者の方に限るかなとは思いますが、あのこちらのキットをご購入いただきましたら、ペレンクロッシェできるようになるとのことなので、ぜひぜひトライしていただければなと思います。ちょっと着想してみたいと思います。つけるとこういった感じですね。これから秋にぴったりかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。こちらもミニ掲載分になります。でグリーンはちょっと短めですね、少し短めのチョーカーサイズになっています。はい、あとはこちらが新作になります。せせらぎですね。こちらもとても涼しげなデザインになっています。はい、はい、続きまして完成品のコーナーに行きたいと思います。こちら宇田川さんの作品になります。完成品ということでご参加いただきました。ベネチアンビーズとこちら小さな刺繍とワイヤーワークですね。とても素敵な細かい作業が散りばめられております。でこちら新作はこちらですね。ちょっとふわふわっとしたパーツがありますね。紫とグリーンの2色展開となっています。お揃いでピアスもございます。とても可愛らしいです。はい、そうしました。続きます。川口さんのテーブルです。とても豪華な感じになっておりますね。こちらガラスのトップでございます。はい、とこちらです、ね。はい、こちらは全て完成品となっております。はい、続きまして小泉さんのテーブルです。小泉さんは天然石ですね、とワイヤーワークの作品になります。あとこちらが猫ちゃんのシェル。はい、こちらは市村さんの完成品の作品になります。ピンでつなげたシンプルなデザインになってますね。あとこちらはビーズ織りになります。ビーズ織りのイヤリングですね。あと小坂先生の完成品。今回こちらが一押しになります。オニキスの小石と、あとこの真ん中がナティヨさんの和睦のパーツになります。完成品としてこう完成、いかがでしょうか。完成品はあの買ってすぐつけることができるので、そういった楽しみもあるかなと思います。はい、続きましてこちらのテーブルです。今回特別にナティヨさんのとこからお得パックをお送りいただきました。草木染めで染められた、ビーズやパール、あとパーツですねが、こちらの瓶に詰められたものと、あとちょっと量が多めのこちらの2種類お送りいただきました。中にはとってもレアなパーツがたくさん入っておりますので、あとちょっと量も多めですね。なのでぜひ皆さんこちらに来てチェックしてみてください。はい、あとはレインボーさんの方からパールが来ております。なんとこちら1本1100円税込みとなっております。で今回こちらですね、
初めて私見ました。ブラックのパールっていうんですか、とても珍しいような感じがいたします。珍しいというか、まあ、こちらのギャラリーでレインボーさんから来たパールの中で初めて見ました。パールも最近品数がすごく少なくなってきてると聞きますので、はい、ぜひ皆さんもしよかったらチェックしてみてください。あとこちらがベネチアンビーズになります。で今回はベネチアンビーズ半額となっております。なんと、はい、なっております。半額なんですね。はい、でとってもやっぱり一点物というかすごくなんか変わった形がお花がですねあったり、ハートがあったりですね、あとお花なんかお花釣り金草みたいなお花があったり、とてもユニークな形がありますので、ぜひこの機会にチェックしてみていただけたらと思います。そう、小坂先生来てくださいました。上でワークショップやってたのでありがとうございます。後半ちょっと、はい、日でちょっとつたない、はい、ご説明だったんですけれども、はい、ちょっとコンビ解消したわけではありません。暑い中とコロナでいろいろな心配事もありますが、はい、あの楽しく遊びに来ていただけたらなと思います。お越しくださいって私が言うとトビーが静かになっちゃう。いや全然大丈夫です。でもちょっとトビーが質問がもう分かってますけど、一応いつまでかとか、なんかそのあたりもう一回いただけますか。わかりました。じゃあ、はい、ちゃんから。はい、わかりました。はい、前期は8月10日までとなっております。入れ替えさせていただいて、8月19日から9月2日までとなっております。はい、はいはい、それでは以上になります。キューちゃんでした。キューちゃんとあやぴです。はい、どうもありがとうございました。